はい、どうも。私たちは今、静岡県は静岡市、はい、美保の松原というところに来ております。周りね、松だらけということで。すごいよね、はい、ここ。ちょっとね、海岸の方まで行ったら、うん、海越しに富士山が見えると。うん、ただ、今日は天気が悪くて見えないと。いうことでございます。覆われてます。はい。そんなことはどうでもいい。今回はですね、ちょっと前に寒さ対策を挙げさせていただいたと思うんですけれども、はい、うん、今回はですね、冬対策の結露バージョンを見ていただきたいなと思います。はい。うん、はい、結露の問題、まあ僕結構自身が気にしてて、うんうん、窓とかね、うん、まあ、そういう金属部分に結露するのはまあ仕方ないかなって思ってたんやけど、うんうん、見ていただいたらわかると思うんですが、うん、ちょっとベッドのね、下がね、うん、まあまあひどくて、そうやね、そこをどうしているのかというのを、はい、見ていただきたいなと、はい、はい、思います、はい、やっぱ断熱性が高い分、うん、外との寒暖差が激しくなるから、そうですね、うん、結露しやすいし、ね、しやすいです。そんな感じで一回見ていただきたいと思います、はい、どうぞ。はい、ということで、とりあえず結露の状況を見てもらいたいなと思います。で、ただいまの気温が、室内がですね 21.9 度、結構あります。あったかいね。あったかいです。めちゃめちゃ過ごしやすいですね、うん、だってこのパーカーでいけるんだもん。この人 T シャツやで。それでちょうどやろ、うん、で、ちなみに外気温が今富士山の近くにいてるんですけど、うん、一応調べたら10度ぐらい、はい、まだちょっとあったかいんやよね、うん、でもまあ10度ぐらい差があるわけよ、はい、っていう状態で、はい、まあ、窓今閉めた状態でね、うん、結露しやすいようにそうだよ、ね、してて、はい、でちょっと見ていただこうかなと思います、はいはい、ちなみに暖房系とか火とか加湿器とかは何にも使ってない状態ね。全く使ってません、はいはい、っていう状態で、こんな状態になってます。どうぞ。まあ、こんな感じね。まあ窓はねちょっと上の方は全然大丈夫で、多少こう結露してるかなっていうね、こういうね感じね。ただやっぱりこのアルミサッシ、金属部分ね、うん、すごいよね、この、はい、この気温差でこんなんなんですよ。だいぶ滴ってますね。これをどうするかと、はい、いうことですよね。まあこれもそうやし、まあ当然ここのね窓も同じ状態でございます。これ20窓やからまだマシやけど、まあちょっとやっぱするからね、うん、ガラスの部分はマシやけどね、はい、滴ってますこれこれね、はい。でね、一番問題はやっぱね、入り口なんですよ。はい。はい。今日はね、なんかやっぱちょっとマシ。でもやっぱりこの周り。あ、ほんまやね。うん、結構来てんねん。で、朝起きたら、結構ここら辺までびちゃびちゃ。今ちょっとここら辺に汗かいてきてるね、この。端の方ね。ドアの、これね。ここら辺ね。この辺りから、今、結露始まってて、多分朝起きたら、結構全面に広がってる感じになるんですよ。で、ちょっととりあえず玄関は置いといて、うん、まあ窓をどうするかっていうので、じゃじゃーん。こちらをですね、ダイソー様で300円で買ってまいりまして、1800ミリ角の保温のアルミのシート。うん、はい。これを言うと、まあ、この幅にね、もうカパッともうとりあえずはめちゃおうと、とりあえずシンプルに、と思います。まあ、保温やから、まあ断熱にもなるやろうし、うん、ちょっとでも結露がマシになればなっていう、はい。はい、部分で、ちょっとこれを試してみたいなと思います。はい。はい、で、正直なところ玄関は解決策が今のところ見つかっておりませんので。そうやね。手すりとかもついてるし、そうドアクローザーとかもあるから、ね。一番いいのは、居酒屋とかね、飲食店で働いてる人はわかるかもしれんけど、こう人間が入れる冷蔵庫とか冷凍庫あるじゃないですか。うんうんうん。あの、チャンバーと言われる。はい。はい。あそこの入り口のところにね、なんかこう、プラーンと下がった、こう、のれんみたいな、こう、ちょっと、わかる。まあ普通に家の冷蔵庫とかでもあるよね。あるんかな。あるある。そのビニールというか、なあれののれんみたいな、みたいなやつをつけるのが一番いいかなとか思ってるんやけども、うん、まあ、ホームセンター行った時にね、ドア用のそういうのも売っとったし、うん、めっちゃダサなるけど、まあそれはそう、それは間違いない。なんかいい案がもしあれば逆にコメントいただきたいなぐらいな気持ちでございます、うん、はい、はい、確かに。ちょっと朝起きてもう一つ最大の問題があるところがありましてですね、はい、それをまたお見せしたいなと思います。はい、はい、はい、おはようございます。朝になりました。問題の結露の場所を見ていきたいと思います。このね、ベッドの下なんでございます。わかるかな、このこういう、ちょっともう触ったら、これこれこれね、この感じ、この感じもう
隙間ね、うん、結構あとこのアルミの部分のこの両サイドとか結構激しいんですよ。うん、そうそう、曇って。で、やっぱここがちょっとムレムレなっとるんよ。マットの下がね。もうこの解決方法、いろいろ僕たち試行錯誤してね、ここにスノコを置くとか、段ボール引くとか、新聞紙引くとか、ちょっといろいろ考えたんやけど、どうしても毎日ベッド展開をしないといけないという部分で、ちょっとそれはめんどくせえなと。スノコとかかさばるし、ね、そうそう、高さ下がってまうから、こっち側は置いとけるけど、ね、手前側はしまわなあかんから、スノコが邪魔になってくるから。で、おまきのお家にね、めちゃくちゃいい竹のね、なんていうのかな、竹のシーツみたいな。そう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 。それをね、下に引いちゃおうかっていう話になったんですけどね。まあ、いかんせんね、クソ重たくて。そう、意外と重かった。あと、まあ、マットをこう直したりとか、うん、動かしたりとかってするときに、結構不便かなと、うん。なんか戻ってきそうやもんね、あの感じやったら。あ、戻ってくるかもしれない。っていうのがね、あって、今のところの解決策をやっていきたいなと思います。湿ってるのは、ベッドの床の部分と、そうです。そっちと、手前と、うん、あとは、そのベッドの下やね。そう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 。この下と、こっち側やね、うん、折りたたんだ。あ、そうそう。倒してたマットの3面分、うんうん、やっぱりしっとりするわけだ。どうしてもバンクの部分が、こうちょっとキャブコンと違った、ちょっとデメリットかなって思うのは、うん、バンクの下が隙間空いてて、外気やから、うんうん、で、上は高さあって、熱こもりやすくて、うん、しかも2人で寝たりしたらめっちゃ暖かくなるから、その温度差がね、そう激しくなるから、うん、そんなに寒くなる前からそうなってたよね、なってたね、うん、どうしようかっつってね、うん、まあこれは普通に直すのはいつも通り、うん、直すんですね。まあ上、この上もね自然乾燥、まあ一番ね触れないからここは、うん、まあ問題ないと、あとこっちの上も自然乾燥やね。そうやね、そうなるね、隙間空いてるし、そうなの、うん、風通れば、もう問題なのはね、やっぱこのずっと常に設置してる部分、ここが一番問題なんですよ。やっぱ濡れたまんまにするとかみちゃうしね。そうなんです。ちゅうことでね、ことにこの動画いつもここにこう入れとったわけですよ。夏は置いとったね、置いとった。これなんか使えへんかなと、あ、設置しとるから濡れんだなと、そういうことですね。浮かしちゃえばいいんじゃねっていうことになって、毎朝やって今やってるの、これをね、この間にね棒をかまっちゃってるんですよ。まずこうね、このようにさ浮くんですわ。これでもやっぱこれだけじゃちょっとやっぱ不安だと、うんうん、いうことで、朝起きてベッド直したらこの子、夏だけじゃねえよ、使えんのは。これほんま、もう夏終わったし置いてこようかと思ってるけどな。そう。いや、いるいる。いったね。乾かした方がええやん、やっぱ。うん、そういうことやね。これをね、もうシンプルに、風を送ってあげると。まあ、出発するまでね、準備したいなんやかんやってする時間だけね、この状態で置いとくんすよ。当然動画じゃ分からへんけど、ここら辺触っても、風がね、ちゃんと来てんのよ。狭いからちゃんと行き渡ると思う、ね。そう。行き渡ると思う。これね、ほんまに5分とかやってるだけで、ここのマットとかも、うん、もう乾いてるし、下なんて当然もう乾いた状態になるから、うん、今とりあえず、この状態でやっております。はい。カビ生えんの嫌やから。そうやね。乾燥させればカビは生えへんからね。そう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 。毎日これやっときゃカビは生えへんかなと思います、はい、そうやね。だって普通の壁とかが結露することはないから、まあないね、ないね。ここがやっぱ一番2人寝てとか、うん、温度差が出るとこやから、うん、どうしても結露するとこかなと思いまして、うん、こんな感じでお布団乾燥させんのと、下の床も乾燥させて浮かしてねっていう感じでやってます。はい、じゃあ早速ね、はい、この不織布アルミシートを切っていきましょうか。はい、おまきにお願いしようかななんて思ってます。お願いします。はい、はい、じゃあ、はい、出来上がりました。はい、まあ、ちょっといろいろね、二、うん、人で話し合った結果、こういうね、カーテンに挟み込んじゃおう大作戦という。ここのね、カーテン止めてるクリップに。これね。これね。はい。一緒に挟んで。はい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 。まあ、これはね、まあ、結露も多少なるやろうけど、うん、どっちかって断熱効果かな。
っていう方が強いかもしれないね、うん、まあ多少はマシになるかなとは思うから、うん、まあ隙間は結構できてるから、うん、結露はちょっとね難しいかもしれんけど、でも寒さはだいぶマシになるんちゃうかなと僕は思います、うん、はい、カーテン1枚あるだけでも全然違う、まあまあね、っていうからね、うん、断熱性のあるカーテンが増えたみたいな、はい、そうやね、まあちょっとこれで様子見ていこうか、はい、ここと、うん、こっちと前のところ、はい、はい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 、そうですね、カーテンあるところ、はい、まあとりあえずこれでいこうと思います、はいはいはい、ということでこういう結果になりました。まあ今年の冬は、うん、とりあえずこれでそうやね、うん、行こうかなと思います、うんうん、はい、まあ断熱効果は結構あるから、うん、まあそのマイナス何度とかなった時どうなるかっていうのはちょっとまだ未知な世界やからね、うん、もうちょっとその都度対応していくしかないかなとは思っております、うん、はい、結露を防ぐことはできへんから、うん、そうですね、結露したのをどう対処するかっていう感じ、ね、そういうことでございます。素晴らしい。もうどこを調べても結露とうまく付き合うしかないってしか書いてないから、うん、結露専用にしようと思ったら極寒の中しかないから、そうそうそう、もう多分窓全開で外の同じ気温で過ごさへんかったら意味ない。寒さ対策とかやってられへんから。まあだから自分らなりの対処の仕方です ね、はい、もう今はこれしかないかなとはちょっと思いつつ、うん、はいはい、結露に関してはね、花瓶買ったらいいかなっていう感じだ ね、もうするのはしゃあないからっていうところは、花瓶変容にしっかりこまめに拭いたりとか ね、するしかないと思うから、あったかいちゃんと加湿されたところで過ごしたいもん。確かに加湿器とかも使うから中で寝る時とか絶対カサカサないからね、うん、ってなるとねもう絶対無理やん。もう必ず無理やから、まあとりあえずこういう形でそう、ね、はい、やっていくしかない、はい、ベッドだけはねやっぱどうしてもずっと置いてるもんやから、うん、ここだけちょっと気がかりやけど、今んとこ全然問題ないから、うん、これでいけるんじゃないかなとは、うん、もういけるんだったらこのまま行きたいけど、そうやね、うん、別に特に何も、うん、プラスな必要なもんもないし、1日1回乾かしとったらいけそうなもんやけどね、そんな気はするけどね、うん、ちょっと様子見ながらやね、そうやね、うん、こんなんいいですよとかってあれば、あー、こんな方法があるとかね、そうなんですよ、はい、コストのかからないかからないお願いします。そうです、とにかくお金のかからない方法で、はい、はい、いけたらなと思うので、はい、もしよければコメントいただけるとありがたいです、お願いします。はい、ということで今回の動画どうだったでしょうか。どうぞ。YouTube 以外にも Twitter、Instagram で旅の情報を発信しているのでぜひご覧ください。はーい。そこ出番だ。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。